アルブレヒト一世、アルブレヒト一世、1255年、7月から1308年5月1日は、ハプスブルク家出身の神聖ローマ帝国の君主、ローマ王在位、1298年から1308年、ルドルフ一世とゲルトルートの長子。ルドルフ一世は1278年に、ボヘミア王オタカル二世を破った後、 オタカルが支配していたオーストリアをハプスブルクの支配下に収めようと試み、1281年にアルブレヒトをオーストリアの両方摂政に任命した。オーストリアの貴族たちはアルブレヒトの強圧的な政策に恐怖を抱き、ルドルフは現地の上級両方貴族ラントヘルにアルブレヒトの補佐を任せた。1282年12月25日に アルブレヒトと弟のルドルフが、オーストリア、シュタヤー・マルク、クラインの共同統治者に定められた。翌1283年に結ばれたでアルブレヒトが、単独のオーストリアの統治者され、オーストリア公くをいを退いたルドルフと彼の後継者には、代償として金銭もしくは土地が支払われることが、決められる。アルブレヒトと家臣団はオーストリアに強圧的な統治を敷き、 現地の人間の演佐の的になっていた。ウィーン市民と貴族の団結を防ぐため、市民と貧困層の対立を利用した。ウィーンの抵抗を抑えたアルブレヒトは、市から帝国直属資格を剥奪した。エンス帝国の所有権と諸権利をめぐって、ザルツブルク大司教と争い、1290年に、ルドルフ一世の朝廷によって、自身に有利な役が結ばれた。同年に、 ハンガリー王、ラースロー4世が暗殺され、ハンガリー王位が空位になると、ルドルフは、ハンガリー王位をアルブレヒトに与えると宣言した。1291年7月15日に、ルドルフ1世が没すると、アルブレヒトを取り巻く情勢は目まぐるしく変化する。スイスの都市はアルブレヒトを脅威に感じ、1291年8月1日に、ウーリ、シュビーツ、ウンターバルデン、 ニトバルゲンの代表者が、リュートリで会合し、を結んだ。スイス東部でベルンが連合し、西では、ラウフェンブルク・ハプスブルク家出身のコンスタンツ司教、コンラートを中心として、チューリヒ、ルゼルンが同盟を結んだ。東西の連合は、連携を取り合って、アルブレヒトに反抗し、1291年12月25日に、ハプスブルク本家の拠点である、 ザール燃料を破壊した。ローマ教皇ニコラウス4世の承認を得た周辺の勢力はハンハプスブルク同盟を結成し、ハンガリー、ボヘミア、ニーダーバイエルン、サボイヤ博国、聖海諸公、名役者同盟が参加した。ハンガリーではラースロー4世のいとこにあたるアンドラーシュ3世が国王に擁立され、アンドラーシュ三世はザルツブルク大司教コンラートと同盟して、 オーストリアに進むし、ハプスブルク軍に勝利を収めた。アルブレヒトを恐れた選定校たちは弱小のナッサウ家のアドルフを新たなローマ王に選出し、アルブレヒトへのローマ王位継承はならなかった。アルブレヒトはアドルフのローマ王選出を認めたが、ローマ王位への野心を捨ててはいなかった。アドルフが選出された後、アルブレヒトは、 スイスと周辺の化領の経営に力を入れた。1292年4月13日、ビンタートゥール全面の戦いで、ハプスブルク軍はチューリヒ市民軍を破り、東西スイスの同盟は瓦解した。アルブレヒトは、名役者同盟に対しては、直接的な圧力をかけずに、オーストリアの安定を優先し、オーストリア、シュタイヤーマルクで発生した反乱を鎮圧する。 ハンガリー王位は断念し、ザルツブルク大司教には大幅な情報を示して講和した。アルブレヒトの義弟である、ボヘミア王バーツラフ二世は、妻の豚、ユッタに影響されて、同盟を離脱し、アルブレヒトは危機を脱する。一方、中マイセンに干渉するアドルフに対して、選定公は反発を示した。バーツラフ二世を中心とする選定公は、 アドルフの敗を決定し、1298年5月23日に、マインツで、アルブレヒトを新たなローマ王に擁立した。1298年7月2日、ボルムス近郊のゲルハイムでアルブレヒトは、アドルフと交戦した。ゲルハイムの戦いにおいてアルブレヒトはアドルフからの一騎打ちの挑戦に応じ、彼を殺害したと伝えられる。戦闘のアルブレヒトは諸侯に、 大幅な情報を示し、同年7月27日にフランクフェルトで開催された国王選挙でローマ王に選出され、8月24日にアーヘンで戴冠式が行われた。1298年にアルブレヒトはフランスと同盟、翌1299年にフランス王フィリップ4世とクアトルボー条約を締結した。条約により、 アルブレヒトの長子ルドルフとフィリップ四世の妹ブランシュの婚が取り決められ、マース川が二国間の境界に定められた。諸侯に対しては、特権の承認、ラント平和令の発布、領土の返還請求に応じた。他方、諸侯が両国を形成することを妨げようと、帝国内の都市に保護を与えて、自治を促進した。ラインの選定公たちは同盟して、 アルブレヒトに対抗したが、アルブレヒトは、都市からの助けを受けて、彼らを打ち破る。アドルフと同じく、アルブレヒトも、チューリンゲンとマイセンの獲得を試み、諸侯から強い反対を受ける。勢力を拡大するアルブレヒトに対し、選定公たちは、彼の息子へのローマ王位の世襲に反対だ。年、アルブレヒトは、教皇権への復と、ローマ教皇の同意なしに、 息子たちへのローマ王位の継承を行わないことを制約し、教皇ボニファティウス8世からローマ王位を認められる。アルブレヒトは、ボヘミアにも、勢力の拡張を試み、バーツラフ2世に、クトナーホラの銀山から上がる収益などを要求した。1304年に帝国とボヘミアの間で、軍事衝突が起こり、ボヘミアに敗れたアルブレヒトは、要求を撤回した。 1306年に、ボヘミア王バーツラフ三世が没して、ボヘミアの王党が断絶すると、アルブレヒトは、ボヘミアに侵攻する。ボヘミア王に擁立された、バーツラフ二世の娘子である、ケルンテンコハインリヒを追放し、長子のルドルフを新たなボヘミア王に据えた。しかし、翌1307年にルドルフは休止し、チェコ内のファンハプスブルク派は再び、ハインリヒを擁立する。 同年にでの戦闘に敗れ、中輪源への介入は、不成功に終わる。名役者同盟を構成するスイス森林州には、特許上は発布しなかったものの、一定の自治を黙認していた。だが、スイスでは、ハプスブルクの支配に対する不安と独立の機運が、高まり、フリードリヒ・ホンシラーの儀曲などで知られる、ウィリアム・テル伝説が生まれる。知性の末期に、 スイスでの反乱が激化し、アルブレヒトは反乱の鎮圧に向かうため、騎士たちをアールガウに召集した。反乱の鎮圧に参加する従者の中には、ルドルフ二世の子、アルブレヒトにとって、追いハンが含まれており、ヨーハンはアルブレヒトにラインフェルデンの契約で、定められた財産の支払いを請求し続けていた。おそらくはアルブレヒトはヨーハンが分岐を立てて一門が弱体化することを恐れており、 ヨーハンの要求を拒否していた。そして、ヨーハンは、おじの約束の振り子を恨み、暗殺を企てた。1308年5月1日、ロイス川を渡るアルブレヒトが従者たちと離れた時、ヨーハンたちの計画が決行される。最初に、ヨーハンがアルブレヒトに切りかかり、続いて4人の共謀者たちがアルブレヒトを切りつけ、アルブレヒトは落命する。 アルブレヒトの命日である五月一日は、ハプスブルク市場で暗黒の日、ディアスアーテルと呼ばれた。死後、妻のエリーザベトによって、アルブレヒトが殺害された地点の近辺にが、混流された。アルブレヒトの死後、先帝公たちは弱小のルクセンブルク家のハインリヒを、ローマ王に選出した。アルブレヒトは色黒でずんぐりした体格をしており、戦闘でカ目を失ったことから、 赤岩公とも呼ばれていた。父ルドルフ一世から政治手腕を継承し、武力と策略を使い分けて自家の勢力を拡大した。そして温厚な性格が伝えられる父とは反対の冷徹な性格の持ち主だと伝えられている。しかし、妻エリーザベトに対しては誠実で献身的な夫だった。アルブレヒトの冷徹な性格は選定校から恐怖され、 スイスの伝承では圧政をしく冷酷な君主として述べられている。だが、劣悪な扱いを受けていた濃度は厳格なアルブレヒトに好意を抱き、アルブレヒトの統治下では各地で迫害を受けていたユダヤ人に保護が与えられた。ハプスブルクの家領において、アルブレヒトはフランスをモデルにしたと思われる行政組織の改革を実施した。裕福なウィーン市民を財務官に任命し、 御領地を管理するフープマイスターを創設した。荘園の権利、収入を把握するために土地台帳が作成される。帝国内に空白の報道が生まれると、アルブレヒトはハプスブルク家の船員にその土地を付与した。1299年にホラントハクヤン一世が没して、ホラントハク領が空き地となった時、ホラントハク領の合併を試みたが、失敗に終わった。 アルブレヒトは教会に対しても厳格な態度で臨み、聖職者の免税特権を認めず、裁判権を制限した。ケルンテン公、ゲルズ博、チロル博、マインハルト2世の娘エリーザブと1262年頃から1312年と1276年に結婚し、十二子を設けた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。